はい、皆さんおはばちは宮地ゆきです。それでは今日も、ドラゴンクエスト9星空の守り人を、まったり引きこもりやり込み実況プレイ、今からだって遅くないを元気に始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よくぞ戻られた勇気よ。おお神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんこと。さあじゃあ前回ね、もういきなり何が起きたかわかんないですけれども、天使じゃなくなった俺でございます。はい、改めて人間になった状態で今度はまたね情報収集ね、なんかあるんだろうな、先に進めない感じでしたからね。ね、勇気って変わった服を着てるよね。本当に旅芸人さんなの？みんなそう言ってるよ。大地震が起こったと思ったら魔物は湧き出すし、峠の道まであんなことに。本当不吉ですわね。私思うんですよ、リッカちゃんとこの旅芸人みたいな格好をした人、勇気さんって人が村に不幸を呼んだんじゃないかって。マジかよ。お、毒フェスをゲット。お、あ、装備を変えられるね、それが楽しみだな。もうワクワクドキドキです。滝から落ちたお前さんを孫娘のリッカが拾ってきた時はそれは驚いたもんだよ。しかしわずかの間にあの大怪我が治ってしまうとはの、若いというのは素晴らしいことじゃな。アイテムをどんどん、すごい2号量とかって、何がどうしてこうなったのかまだ全然わかんないですからね。ちょっとあんたがリッカちゃんに拾われた旅芸人さんだね。守護天使様と同じ名前だっていう。偶然だろうけどあんたの名前はそりゃありがたい名前なんだ。くんくん、おや、この子が初めて会った人に懐くなんて珍しいね。まあ指輪のあれがありますからね、懐かしい。とりあえずね、もう OK。 ねえ知ってる、壺や樽、タンスの中身はいろいろと変わるらしいわよ。一回何かを取ってしまってもずっと後で覗いてみるとまた何か入っているかも。まあ所詮壺や樽だし大したものは入ってないから気にしすぎない方がいいと思うけどね。へえ、これは斬新ですね。おや旅芸人さん、ひょっとしてリッカちゃんにお使いでも頼まれたかい？さあ薬草でも武器でもじゃんじゃん買っていってくれよ。いらっしゃい、ここはよろず屋だよ。さあ、お、ドーン剣買えるじゃん。今は？あ、装備してるんだ。これ欲しいな。あ、川の口。あ、でも下がっちゃうか。あ、お鍋の蓋だ。うん。結構いっぱいありますね。今は大丈夫。またじゃあ後で来るか。さあ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 。あら、リッカさんのところのお体の方はもうよろしいの？滝の上から落ちてきて普通なら死んでしまうのに怪我だけで済んだなんて。あなたにはきっと守護天使様がついていらっしゃるのね。そうだ、羽どこ行った？俺の羽。あんたが滝の上から落ちてくる直前に起こった地震、ありゃすごかったな。村の入り口や教会の鐘まで壊れちまうし、あの時は生きた心地がしなかったぜ。リッカちゃんの死んだ父親リベルトとは昔馴染みでよ、ガキの頃からよく知ってたんだ。あいつ一時期セントシュタインで暮らしてて、その時に結婚して生まれたのがリッカちゃんなんだよ。ん？母親の方はどうしたかって？もともと体の弱い人で若くして亡くなったとしか聞いてないな。そっか。まあ、すごいいい人でもね、早く。なんだあんたか、悪いことは言わないから今は村の外に出ない方がいいぜ。この前のでっかい地震のことは覚えてるだろ。
あの地震の後急に魔物が増え出してさ、危なくて出歩けたもんじゃない。まったく勇気様何してんだかな。あ、いや、あんたのことじゃなくて守護天使様の方な。ややこしいな、おい。さあ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 、次は？ウヒヒン。俺、働いて働いて苦労の末にとうとう新しい馬を手に入れたんだ。なのにこの前の地震で新しい馬がいきなり怪我してしまって、もうがっくりだよ。せっかく勇気様に手伝ってもらったってのによ。っておめえのことじゃねえからな、勘違いすんじゃねえぞ。そっかそっか、大丈夫？ヒヒヒヨー、痛そうだね。そっかそっか。状況がね、わかんないんですか。情報収集しないと。リッカちゃんの宿やお客さんが来なくなっちゃってかなり困ってるみたいね。あなたリッカちゃんのお世話になってるんだから力になってあげなさいよ。はい。はいって言うしかないよね、これね。もう拾われてる身ですからね。お、まったくお前はいい年して遊びほうけてばかりよって。少しは宿屋のリッカを見習って村のために働こうとは思わんのか。リッカは関係ないだろ。俺は今本当にやりたいこと探してんだよ。それが見つかれば俺だっていくらでも働いてやるさ、多分。あ、お前何しに。ち、どうやらつまんねえとこ見られちまったみたいだな。今見たこと立花に言ったら承知しないぞ。ちゅうか頼むから言わないでくれ。ウケる。君は確か滝から落ちて立花に拾われたという旅芸人だったか。君も怪我が治ったならいつまでもブラブラしてないで何か仕事をすることだな。さあさあ、漁らせてもらいますよ、ここも。お主はタッチペンというものを知っておるかな。ボタンの代わりにタッチペンを使ってゲームを遊ぶこともできるというもっぱらの噂じゃ。お兄さんが言ってたけど、あなた旅芸人なんでしょ。ね、何か芸を見せてよ。ボケとかツッコミとか見てみたいよ。え、どうやってやんの。え、ちょ、上押しゃいの。イエイ。ダメだね。ガッツポーズしか芸のない俺です。お、ちょっと時間が経ちましたね。もうこの辺もないから、あとはもう宿屋だ。さあ、物語が進むでしょうか、これで。あれ、いないじゃん。てかどこ。もう家に戻る。あれ、あの人話したっけ。ああ、言ってるね。そうか、金も壊れてるのか。だからここに転がってるわけね。そして、じゃあ、もう家に帰るしかないんだよな。ここだっけ。お帰りなさい、ゆうき。ちょうどご飯の支度が終わったところよ。散歩もいっぱいしたみたいです。今日はもうご飯食べて休んじゃう。はい。それじゃあご飯にしよう。さあ、お皿を並べるの手伝って、ゆうき。食べたらすぐに休むのよ。マジっすか。食っちゃすぐ寝は太っちゃうんですけどね。おはよう、ゆうき。さあ、起きて起きて。あなたにお客さんが来てるの。どういうわけかニードが勇気に用があるって尋ねてきてるのよ。追い返すわけにもいかないし、とりあえず会ってあげて。はい。おはよう。行きますか。さあ、次は何が起こる。どうしたの。よ、勇気。ああ、そんな意外な顔すんなよ。ちょっとお前に話があってな。ここじゃなんだから外に出ようで、ついてきてくれ。何さ。さて、話ってのは他でもね、土砂崩れで峠の道が塞がってるの知ってるだろ。あの道はこのウォルロ村と他の土地を結ぶ大切な架け橋なんだよ。
おかげで立夏、いや村のみんなが迷惑してんだ。そこでこのニード様が考えた、俺が土砂崩れの現場まで行って何とかしてやろうってな。そうすれば親父も俺のことを見直すだろうし、立夏だって大喜びってわけだ。ただこの完璧な計画にも一つだけ問題があってな、大地震の後外はやたらに魔物が出るようになっちまって危なくってしょうがないんだ。でまあそういうわけでお前に峠の道まで一緒に行ってもらいたいんだよ。旅芸人ってのは結構腕の方も立つんだろ、一つ頼まれてくんねえかな。いいよいいよ、よっしゃそう来なくっちゃ。それじゃあこれから俺は勇気の後をついていくからな。峠の道は村を出て道なりに東に行ったところだからすぐに分かるはずだ。ああそれと面倒だから村の連中にはこのこと内緒だぞ。んじゃ頼んだぜ相棒。なんだかんだいい子じゃん、不器用な感じがいいね。よし行くか。じゃあ、あ戦えんの、あなたも、あなたもっていうかマジで、ちょっと待って、どうやって見るんだっけ、レベル、ちょっと待って、あ、え変更やっぱできねえじゃん、できねえっていうかあの見れないのか、とりあえずニード見たいんですけど、なんか見れない感じ、まあいいや、じゃあとっとと行きますか。あんたもわかんねえ人だな。外は魔物でいっぱいだからに出ない方が身のためだぜ。何すかしたこと言ってやがる。ほれ俺たちは外に出るんだからとっととそこどきやがれ。なんでニードさんがこいつといつの間に仲良く、うるさいやつだな。たまたま峠の道に行く用が被っただけなんだよ。はあでも今外に出るのは本当に危ないですよ。んなことは百も承知だっての。いいからどけってさっさとしないと失敗すんぞ。失敗かよ。まあわかりましたよ、どきますどきます。一応忠告しとくけど、 HP や MP が減ってきたら、村に戻ってくるんだぞ。立夏の家で休ませてもらえば回復できるんだから、あんまり無理するんじゃないぜ。宿屋じゃなくて家で休めばいいんだね。 OK よし行こう。やっとバトルできるぜ。左に、左じゃ右か、東って言ってましたよね。じゃあ行きましょう。ちょっと待ってよ、一回戦ってみるか。 OK、ニード戦えるじゃん、いいじゃん。あー結構強えな。俺だけが経験値を得るの。スライムはいいねやっぱり。OK、 よいしょ。 OK、 素晴らしい。もう2だ。縦札を読んだ。この先峠の、よし、ここか。すごい、結構来ましたね。ようやく着いたな。土砂崩れが起きたのはこの森の奥らしいぞ。まだ行かなきゃいけないか。宝箱もある。おお、これあれじゃん。なんだっけ、名前が出てこない。何ボケっとしてんだよ。これ天の、普通に木が倒れてるだけだろ。それがそんなに珍しいのか、変わったやつだな。土砂崩れはこっちだ。あ、見えてないんだ。そっかそっか。俺は先に行ってるからな。なんだっけ、この機関車みたいな。こっちに宝箱ありましたね。ゲットしときましょう。金の指輪。
なんだっけ金の指輪って。ない、あれ装備か、あ違う大事なもの、え一つも持ってなくて装備、あこれだ、何これ、守備力上がるんだ、じゃあ装備します、はい、まあこんな感じです。いいね初期装備も普通に、うん、お何あいつ、もしかしてこの天の、ああ天の箱舟だが見えてたわけ。さあ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 、何が起きてるのかさっぱりわからないですが、とりあえずは進まないともう何も始まらないと。勇気は盾札を読んだ。この先戦闘シュタイン城、おお、なんてこった。さあどうする、土砂崩れってこれかよ、正直舐めてたぜ。こんなの俺と勇気だけじゃどうにもなんねえじゃねえか。どうすんだよこの土砂の山を。クソ、うまくすりゃ親父の鼻を明かしてやって村のヒーローになれたってのに。うや、おいそっちに誰かいるのか、おいいるなら返事してくれ。なんだ向こう側に誰かいるみたいだぞ。おいここにいるぞ、ボルロ村のイケメンニンド様、ここだぞ。勇気もいるよやはりボルロ村のものか。我らはセントシュタイン城に使える兵士だ。王様から峠の道の土砂崩れを取り除くよう命じられてやってきたのだ。おい聞いたか、セントシュタインの王様が動いてくれたらしいぜ。ってことは問題は解決しても同然だな。なんだ俺たちがわざわざ来るまでもなかったってことか。ボルロ村のものよ、一つ取り急ぎ確認したいことがあるのだ。地震の後お前たちの村にルイダという女性が来たという話は聞いてないか。城下の酒場に勤めるご婦人だが、ウォルロ村へ行くと言って町を出たきり消息が知れないのだ。ルイだね、知らねえな、だいたいそんな女がうちの村に何の用があるってんだなんでこんな喧嘩腰なんだよそうか、実は彼女はキサゴナ、遺跡からウォルロ村へ向かったという噂もあるのだ。だがその遺跡もいつの間にか道が塞がってしまったようで確かめる方法がないのだよ。キサゴナ遺跡ってのはこの道が開通する前使われてた古い遺跡の通路さ。魔物は出るし崩れやすいしで、今じゃ誰も近づかねえけどな。まさか女一人であの遺跡を抜けようとはしないだろ。何かの間違いじゃねえのか。とにかく村人たちにはもう間もなく道が開通すると伝えておいてくれ。できればルイーダさんのことも聞いておいてもらえると助かる。オッケー、わかった、このニード様がきっちりバッチリ伝えておくぜ。さあ帰ろうぜ勇気、この話を持ち帰れば村の連中きっと喜ぶぞ。そっか、うん、え、いけないよね、あ違う、なんかそっか、岩のあれがああなってるのか。ニードありがとね、まあでもよかったよかった。とりあえずじゃあ戻って、普通に触っちまった。お、マジで？レベル上がったからね。オッケー、強い強い。あれ次までいくつとかで出るのかこれ。8はね出てましたよね。昔の作品は出ないんですよね。あやっぱ合計のあの EXP しか出てこないのか。レベル3まで上げて、おお早い早い、マジかよ、オッケー、おいいね、いいねいいね、まあ一体ずつだけどしょうがない。そっか、ダメージがどんどん薬草が手に入ってくる。やっぱこっちから触るとなんか有利になりやすいな。でなんかピカーンってなってから
当たると結構不利になりやすいのか。あ、てかそうだ、兵士の剣を変えるじゃん。なんだっけ、240ゴールドだっけ。オッケー。今いくら？あ、あとちょっとだ。オッケーオッケー。一体ずつ。夜になる。いいね、こういう時間の。オーケー、よいしょ、素晴らしい。3に上がった。オーケー、ホイミの呪文も覚えた。いいね、すごいすごい。あ、夜だ。もうちょい戦っとくか。素晴らしい。うん、これで帰る帰る、楽しみだ。泥皿、へえ。おお、HP 高いね。すごいすごい。よし、じゃあ戻るか。どうしよっか。みんな休んでるね。俺も休めるの？これ。とりあえず朝になんないとダメだもんね。あれ？これ行かなきゃダメだな、これ。じゃあ家に戻、ニードの家に戻んなきゃダメか。まあ、一緒にいる間にね、レベルも上げられたからよかったわ。よし。なるほどな。もう間もなくセントシュタインの兵士たちが土砂を取り除いてくれるわけか。ああ、このことを知ったら村の連中もきっと安心するぜ。我ながらいいことしたな。何を得意げになっておる。二人だけで峠の道まで行くなど危ないだろう。このバカ者が。なんで怒られるんだよ。俺の勇気がいかなきゃ分かんなかったことだぜ。別に知らなかったところで道が繋がればおのずと分かったことだ。命を危険にさらすほど価値のある情報ではないな。だからバカだと言っておるのだ。ぐー、そうだ、もう一つセントシュタインの兵士から聞いたことがあったんだ。ルイーダとかいう姉ちゃんがこの村に向かったまま行方不明だから探してほしいって話だったぜ。ちょっとその話本当なの？立夏、ナイスタイミング。立夏、なんでここに？なんでって、あんたが勇気を村の外に連れ出したりしてるからでしょ。で、それよりもセントシュタインのルイーダさんが行方不明って本当なの？そういえばリッカはセントシュタインの生まれだったな。知ってる人なのかね。父さんのセントシュタイン時代の知り合いにそんな名前の人がいたはずなんです。もしかしてルイーダさんは父さんが死んだことを知らなくて会いに来ようとしてたのかも。なるほど。しかし心配なのはもっともだが、探そうにも手がかりがなくてはな。そういや、キサゴの遺跡から来ようとしてたんじゃないかって言ってたっけ。うーむ、それが本当だとしたら探しに行くのは危険すぎるな。一家、今日のところは勇気を連れて帰りなさい。あまり思い詰めぬようにな。わしはこれからこのバカ息子をこってり絞ってやるとしよう。それはねえぞ、親父。ウケる。勇気が村の外に出てたって聞いて本当に驚いたんだから。でも全然平気そうだね。勇気って私が思ってよりずっと強かったんだ。ねえ、勇気、もしよかったらでいいんだけど頼めないかな。私やっぱり行方知れずになったルイーダさんって人のことが気になるの。だからキサゴの遺跡に。
うんうん、やっぱりいくらなんでも危険すぎるもの、そんなこと頼めないよ。いや、行きますよ、行く行く。え、これも休めってことだよね。ルイダさんのことは気になるけど、キサゴナ遺跡まで探しに行くなんて危険すぎるものね。今私たちにできるのは彼女の無事を祈ることだけだわ。守護天使ユウキ様、どうかルイダさんをお救いください。もう天使が俺なら行くしかねえじゃんね。さあ、あれ？どうやって休むんだよ、もうわかんねえんだけど。え、休めないよね。今日朝な、いや夜だよねこれは。この夜の状態から行けってこと？この大滝から流れる水はウォルロンの名水と呼ばれているんだ。飲めば体が丈夫になり、どんな病気も治ると言われるほど美味しいいい水なんだよ。俺が言うのも変な話だけど、ニートさんを守ってくれてありがとうよ。目立ちたがりで考えなしの困った人だけど、俺あの人のこと嫌いじゃねえんだよな。うん、キャラいいよね。こう熱血感っていうか、普通に行けってことなんだよな。ど、え、どれ？てか、あの、買いたいん、どうやって、一回休みたいんだけど、どうしたらいいのこれ。宿屋行ってみる？いや、でも宿屋いないよね。一個家にいるのにね。休みたい。どうしたらいいのかがわからない。装備も買いたいけど、昼になんねえとダメだしな。今ある峠の道はわしのじいさんの時代に、村人が切り開いたものなんじゃ。それ以前はキサゴナ遺跡という古い遺跡を通って山向こうと行き来しておったそうじゃな。じゃがこの遺跡ボロボロで崩れやすい上に魔物が住み着いておってな、あまりに危険じゃから山を切り開いて新しい道を作ったというわけなんじゃ。あなたが何者であろうとも神は等しくご加護を与えてくださるでしょう。こんな夜更けに我が教会を訪れた何かお困りかな。大丈夫です。神はいつもあなた方を見守ってくださいます。またおいでなさい。遥か空の上には天使様の暮らす楽園があると聞きを読んでおります。ですがその楽園は人の目には映らないとか残念なことですわね。そうだそうだ、見えなかったもんね、天の箱舟も。うん、ちょっと もう一回何にも反応しないもんな。おかえりなさい、勇気。もし疲れてるならうちで休んでいっていいからね。どうする、今日はもう休むの、休みます。よかった、装備を買いたいね、装備を。やったね。ああ、よかったよかった。行ってらっしゃい、勇気。あまり無理はしないでね。ニードはもう一緒に行ってくんねえのかな。今度は一人で行かなきゃいけないのかね。違う違う、こっちだ。よろず屋に売ってるんだ。買いに来たよ。ほい、260。オッケーオッケー、買える買える。6も上がるじゃん。はいはい、これは大丈夫で、売ります。じゃあ見てみようか。おお、いいね、兵士の剣。結構強くなってるからね、これで。一応ちょっとニードに会いに行って、まあ、連れて行けそうだったらどうかな、どうかな。一人より二人だわ、こういう RPG は。よ、勇気、俺あれからずーっと説教食らってんだぜ。もう頭の中ぐにゃぐにゃに溶けそうだよ。ゴーン、何をよそ見しており、まだ説教終わってないぞ。わわ、聞いてます、ちゃんと聞いてますって。ダメだ、じゃあ一人で行けってことだね、これは。さあ、じゃあ次回
遺跡でしたっけ、向かいたいと思います。じゃあ今日はセーブして終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。宮内ゆきでした。